はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ、本日はですね、空画壇デッキを作ってきたのでご紹介したいなというふうに思っております。空画壇というテーマはですね、まあこれどういうテーマかっていうとですね、ラッシュデュエルしていくテーマなんですね。はい、これ何をしていくかっていうとですね、下級モンスターたちが手札から空画壇を出せるよっていう、他の空画壇出せるよっていう効果を持ってまして、共通でね。で、なんか自分がいる状態で他の空間なんかが出てくると、なんかこういう効果発動するよっていう、まあそういうモンスターなんですよ。ビートだったらサーチだし、シールだったら墓地回収だし、まあヘルマだったら空間性でワンドローだしみたいな、そういう感じで下級モンスターたちがまあめっちゃ横に展開する効果を持ってるんですよね。で、上級モンスターたちはなんかその制圧効果を持っていて、例えばラファールだったら、効果を無効にするとか、ウィズだったらなんか魔法トラップカードを無効にするとか、アダイナだったら墓地除外とかっていう効果を持っているんですね。で、まあこういうモンスターを使って横に展開していくテーマになっていまして、で、エースモンスター何が一番強いかと、まあもちろんラファールとかこのウィズがめっちゃ強いと思うんですけども、この、ね、リンクモンスターのね、このね、フォルゴっていうモンスターがめちゃくちゃ強くて、これリンク3に一緒できないんですけども、リンク3で、属性が異なるモンスター3体出せて、こいつがリンク召喚成功すると、そのリンクサイドしたモンスターの3体と異なる種族の空型モンスターをデッキから守備用地で特殊ができるよと。で、ここで例えば、カキモンスター出してきて展開につなげることもできますし、まあ、ラファールとかね、アクセスすることもできると。で、このね、2番目の効果。相手のフィールドのカードが戦闘効果で破壊されると、自分はデッキから1枚ドローできるよと。で、さらに、自分のフィールドに空型モンスターが3種類以上いて、この効果発動できると、さらに2枚ドローできる。つまりね、3枚ドローができるんですね。これマジでぶっ壊れてるんですよ。3枚ドローができるって、やばいですから。空画壇っていうのは基本的にはその手札から展開していく効果なので、まあ手札が必要になるんですよね、枚数が。なので今回ゴードンとかも入ってるんですけれども、3枚ドローさすがに強いと。でしかも空画壇の効果で破壊されなくても別にいいので、まあ戦闘で普通に破壊してもいいですし、なんかドリーマーユニコーン、フェニックスとか、あとケルベロスとかの効果で破壊してもいいので、こういう効果で相手のモンスターを破壊したり、あと雪ウサギとかの効果で破壊したりとかしてもいいんですけど、こういう効果を使って相手のモンスターを破壊すると3枚ドローができる。で、手札を補充してまた横に展開していくみたいな感じの動きになります。はい。で、まあ、下級モンスターたちはね、全部、まあ、ガン詰めしてまして、で、まあ、上級モンスターは、まあ、ラファールが一番強いから、ラファールは3詰めしてるんだけど、他のモンスターはサーチができるんで、ビートとかで。なので、1枚ずつでいいかなっていう感じですね。で、破壊する効果がすごく相性がいいんですよ。相手のカードを破壊する効果。なので、まあ、一応やっぱ相手のフィールドのカードを破壊できて、まあ、制圧力が高いカードは、まあ、通告ですね。まあ、神通、神戦、まあ、神系あたりは強いと思いますけども、特殊召喚無効にして破壊しちゃうと、フィールドで発動、フィールドのカードを破壊したことにならないので、まあ、出てきて、モンスター効果発動したときに破壊できる神通が一番強いかなと思って、神通が3枚入ってるっていう感じですね。で、弱点を先にお伝えしておきますが、このデッキ、初動止められると何もできません。何もできないんですよ。まあ、これ、球団のモンスターの、まあ、こういう効果で、その手札から特殊召喚する効果が、一旦に一度しか使用できないため、結局そのかぶったら弱いですし、まあ、一番最初のモンスターを止められるとめっちゃ弱いっていう、まあ、これだけはちょっとね、まあ、例えば鉄獣とかトライブリゲード入れて、まあ、展開力増やしてもいいと思うんですけども、まあ、トライブリゲードとか入れちゃうとトライブリゲードが強すぎちゃって、まあ、空画壇が活躍しないっていうのがあるので、私はちょっと空画壇だけでほぼ組み合わせた、あとは誘発入ってるっていう感じですね。はい、早速ね、このフォルゴの強さをね、皆さんにもご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。デュエルリンクス民の皆さんに謝っておきたいことがあります。本日の対戦動画の中で局所的ハリケーンは入っておりません。局所、ビート、ドンパ、ダイナーという伝説の、ね、セリフは聞けないので、そこはけどご了承ください。局所、ビート、ドンパ、ダイナーを楽しみに見に来てくださった皆様、本当に申し訳ございません。すごいカードが発動されました。悪夢の拷問部屋、やばいですこれは。トリックスターに悪夢の拷問部屋はかなりやばいです。これ先行でライフを焼き切らないことを祈るのみ。いや、トリックスターっていうのはね、相手にドローさせたりとか、なんか召喚特殊召喚に成功したらなんか200ダメージみたいな、これなんですよ。これがやばいんですよね。これ毎回あ、いやそんな感じで終わるんだ。でも意外とってことは弱いじゃん。じゃあなんとかなる。じゃあドンパ君来た。なるほど。まあ、下級モンスター結構固まってるんで、まあ、ここ止められなければなと思いますね。で、トリックスターの効果で、こいつは何するのですか。うわ、いった。なんか、いた。
雑すぎ問題発生中。こいつがあれか、なんかモンスター出したら200バーン与えてくるやつか。やばいなこれ。毎回毎回モンスター展開したら500ダメージってことこれ。クソうぜえんだけど、マジでうざいじゃん。まあちょっと一旦死んでもらおうか。ドンパ君の効果と、ドンパ君の効果で何破壊耐性もらうと。貴様なかなかやるな。これは非常にまずいことが起きてるな。そしてリコンの効果発動、リコン君の効果によってっていうことだから、めこれ一生500万与えられるか。これマジで早めに処理しないと俺死ぬぞ。ライフ削り切られるぞこれ。まずい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 。一旦バトルするまである。一回仕込み爆弾、やばいカード入ってんな。やばいカード入ってんじゃねえかよ。ふざけんなよ。俺のライフ一瞬でもうなんか5000切って、5000切りそう。もう、あ、痛い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 。マジで5000切りそうじゃん。やばすぎ。まあでもまあ、言うてまあ、何なんか墓地の効果ありましたっけこれ。え、あー、破壊さ、あー、そうか。はいはい。いてやばい。もう3500しかねえ。やばすぎる俺のライフ。これ一旦ラファール君出して、でラファール君でぶん殴っていくしかないですね。一回ね、ラファール君の効果発動。ラファール君は地震以外の、空火弾の、数、仲間の数だけデッキトップめくれるんですけども、めくって、その中から1枚手札に加えるっていう、これ何でも加えられるんで、あ、ゴードンとか強いですね。だからこれゴードンとかめっちゃ強いです。でゴードンで加えて、でゴードンでまた2枚ドローしていくっていうね。ちなみに空火弾の弱点なんですけども、あの初動、あの一番最初の、あの召喚して、あの他の空火弾特殊化するよみたいな効果じゃないですか。あれ止められたら終わりです。はい。あれ止まった瞬間に終わります。でゴードン発動していきましょう。でゴードン発動して、これさすがに一回ね、殴った方がいいですね。殴ってですね、バチコルト殴って、やばい！あ、それは無効できるわ。これ、あれあれ、あれね、オネストだよね、これね。いわゆるオネスト。トリックスタバオネストね。はい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 。ラファール君の効果発動。ラファール君の効果によって、手札は1枚墓地のフリー。相手の発動したモンスターの効果は無効にする。破壊はしないんで優しいです。非常にね。さあ、バチコーン！よし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 ！あのクソモンスター上がりきたぞ。そしたら、間違えた、これ殴んないといけない。これとでこれ殴ってでリンク召喚するか。メイン2でリンクしましょう。空火弾モンスター3体をリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン。あらあらの空火弾の大器フォルゴ大先生。そしてフォルゴ大先生の効果発動。フォルゴ大先生は特殊召喚に成功した場合、デッキから空火弾モンスター1体を特殊召喚することができる。これはビートか、まあ、シールかどっちかだな。シール先生にしときましょう。で、シール大先生への効果発動。シール大先生への効果によって、空火弾の闘士、ブラーボリオのボンサバドゥチャンネルを特殊召喚。そして、空火弾の参謀シールの効果発動。もう一回ラファールですかね。ラファールですね。でラファール回収して、一応ラファール出して、ちょっとコストねえな。コストね、まあいいか。あれだ、あの通告あるから大丈夫だ。通告であれコスト稼ごう。まあそれはいい、もういい関係ない。で、拷問部屋を割ってフォルゴさんの最強効果を起動させるぜ。2体のモンスターで、リンク召喚、トロイミア・フェリックス。トロイミア・フェリックスの効果発動。手札は相手のマジックトラップカードを破壊する。そして相手のカードが戦闘効果が破壊された場合、フォルゴ大先生の効果発動。うおー、カードを3枚ドロー。強え、最強だ。なんて強いんだ。カードを1枚セット。まあ今回はこんぐらいで勘弁勝利やるよ。フォルゴさんはですね、あの自身がいる状態で相手のカードが戦闘効果で破壊された時に、なんかその1枚ドローするってことがあるんですけども、他の空火弾が、まあ、2種類、まあ、3種類ですね、全体で3種類いるとなんか3枚ドローに変わるっていう、マジでぶっ壊れ方が持ってます。さあどうする、手札マスターズ何何。いやでも手札1枚きついだろさすがに。いやこの盤面に手札1枚から返せないと思うぞさすがにな。死者蘇生、死者蘇生、
あ、ラファールが。おい、やめろって。おい、ラファール裏切るのか、お前。おい、お前何してんだ。お前裏切ってんじゃねえぞ、ご主人様。は、許さねえ、マジで、あいつ。マジで許さねえ。あいつマジで許さねえ。は、謀反起こしあってよ。ダイナ君来た。まあ、これは、一旦ブラーボ寮のボンサムドゥチャンネル効果。ブラーボ寮のボンサムドゥチャンネル効果で、回収した方がいいのかな、これ。サーチした方がいいのかな。どっちも同じか。どっちにしたってあるか。変身するからあんま関係ねえわ。フォルゴにすんだから、どうせ。で、シール。で、ビート効果発動。ビート効果発動。必殺技見せよ。クーガダン流必殺技、この横展開力を駆使した最強の相手除去方法。こいつ。これ強いから。これ最強だから。こうするとね、相手のモンスター除去だからリンク召喚できるから。いけ、サロス・エロス・クルヌギアス。うわー、ドーン。クーガダンの乗せる技ですね、これね。横展開めっちゃできるんで、その横展開したモンスターを展開に使っていくというね。これはまあ下級モンスターを持ってきて、はい、でヘルマー効果でドンパ出して、おらおら、そしてでヘルマー効果でカード1枚持ち送って1枚ドローしていく。オッケー、ユキウサギちゃんも来た。さあ、ドンパちゃんの効果発動。ドンパちゃんの効果で、いけ、ダイナー特殊召喚。そして、ダイナーの効果発動。今、てめえの墓地のカード4枚除外してやるよ。これ、決まるとめっちゃ強そうだな。なんか、エルドリッチとか相手でも強そう。決まればね。5枚か。5枚除外できるの強。あ、そうか、自分も含めんのか、これ。はい、最強、バトルフェイズ。おっと、おつりなし。いけ、サロス・エロス・クロヌギアスでダイレクトアタック。やはりね、展開を止められなければこのデッキは最強ですわ。まあまあ悪くないですけど、かぶってるから、ビートが欲しいですね。まあ、とりあえずここでウララ打ってもらってもいいですよ。さあ、ゴーグルドヨガツモの効果発動。さあ、カード、お、ない、よし、いいぞ。かぶりすぎ、スーペアはふざけんな。空間弾ってそのモンスター名称して対したんですよ。だからかぶったらすごい弱いんですよね。だから違うその仲間を呼んできてほしいっていうのが実はありまして。でヘルマー効果と、ヘルマー効果で回収するのは、まあ、これ正直何でもいいな。まあ、回収できるんでシールで、まあ、どっちにしても誰でもいいんですけど。あ、通告来た。まあ通告はまあいいか。でシール効果、シール効果でリコン特集で、リコン特殊化成功時にシール効果で回収していく。でこれでコストなかったことになる。でリコン効果、ここはこの女出して、女出してで効果回復する。1500ですね、自身以外の。はい、で大先生出していこう。これと3体のモンスターでリンク召喚、サーキットコンバイン、現れよ、キーガダンの大器、フォルゴ。かっこいい。フォルゴの効果発動。フォルゴはリンク召喚に成功した場合、デッキより守備表示でクーガダンモンスター1体を特殊召喚できる。現れよ、クーガダンの英雄ラファール。ラファールの効果発動。ラファールの効果によりデッキトップを2枚めくって、うらら回収強すぎないこれ。強、めちゃめちゃ強いじゃん。これでターン終了ですね。今一応魔法トラップ1回止められる、モンスター1回止められる、で通告でモンスター効果1回止められる、でウララで1回なんか無効できるみたいな感じですね。4妨害です。4妨害って環境デッキみたいな動きしてんじゃん。4妨害って環境デッキは真っ青ですよ。俺やばすぎません？これでファンデッキみたいな顔して、あーそれは厳しいな、なかなか。なるほど、アリキーの、なるほど、悲願か。禁じられたひとしずくの効果によってカードを1枚墓地に送ってモンスターの効果を1回無効にしていく。アリキーの何するんですか？え、あ、お前の方が無効してくんの？おふざけんなよ。
両方と無効されたやんけ、ふざけんなマジで。二妨害どっか行ったんだけど。まあしょうがないか。前盤面完全に機能を停止しました。まあでもフォレゴ生きてから一応通告が発動できそうなのでかいですね。でレベル3のモンスター2体でオーバーレイですか、それともリング召喚、ケルビーに OK、 ケルビーに OK です。ケルビーに召喚特殊が無効にしちゃうとフィールドのカードじゃないから、だからフォルグの効果発動できないから、これは1回スルーして、でケルビーに効果発動にチェーンしてぶっ壊せばいいのかな。まあこれあんまり関係ないんだけどね、こいつコストロ送るから、コストロ送るからあんまり無効になっても意味ないとは思うんだけど、まあでもフォルグの効果でドローできた方が強いから、でコストロ墓地送って、そして打点を上がる効果にチェーンして通告打つ、で通告バチコルで打って、相手の効果を無効にする。ちなみに回復してるから実質ただ、これはライフ的に。で通告で相手のも破壊したんで、フォルゴ君の効果発動。うわー、カードを3枚取ろう。つえー、最強。うわー、うらなか打った、うらなか打った、弱え、つえと思ったら弱え。あ、オッケーオッケー、もう止まったんじゃない、よし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 。あ、でスカラマリオン君の効果を1回うらら君で無効にしていく。さあサーチは入らない、デスガイドは絶対にサーチさせない。ちなみにもう1枚あります、うらら君ね、はい、あとはあの伏せカードを何とかして除去していくっていう感じですね。でまあそれはまあ簡単なんですよ。あ、ちょっと上級はいな、引くのはあんまり意味ないけど今は。そうですね、まあ、マホタピッカ止められますし、モンスターコが止めれるんで、これかなり強いですね。これどっから行くか迷うぐらいですね。フィロ君召喚して、でフィロ君効果発動で、フィロ君効果でヘルマーの最終定理か、でフィロ君効果発動で、シールリコンの方が強いか、リコンの方が強いな。まずはリコンも特殊召喚して、で相手の癖を割りに行くスタイルですね。でヘルマの最終定理効果、手札を1枚墓地に送るとカードを1枚ドローできる。よし、カブお前来すぎなんだよ、お前来すぎなんだよ。お前来すぎだな。まあラファールいるから別に、どれ使ったんだっけ今俺、これ使ったな、使ってるかどうかをね、ちょっとね、判断するとちょっと難しいですね。フグ方、ドイツの子が使ったらけで結構なります。でこれはもう裏いらないんで、1枚切って、で、ここ破壊したいですよ。で、これ破壊するとまた、フォルコ君の効果が発動するんだよ。フォルコの効果を無効にしたら殺すぞ。フォルコの効果を無効にしたら殺す。破壊な、あ、でもこれあれか。別に、まあそれは無効にしなくてもいいか、まあいいですよ。で墓穴効果で除外されて、ラファール君どっか行った、でひとしずく効果でドルが無効になる。フォルグやめてくれ、うわあ。絶対許さねえ、マジで許さねえ、あいつマジで許さねえ。嫌がらせでしかねえからな。ガトルホック効果、はい、ガトルホック効果でグラバスイッチですか、はい、あ、グラバスイッチですね、はい。じゃあ彼にはデッキに帰っていただきましょうか。どれ使ったか分からなくなるのかでしょこれ。なんかその俺どのクーガダンの効果使ったわけってなるんだよね。でリコン君効果でシールを特殊召喚で、リコン使ったからリコン使っていいな、トロイミアニコンとリコンでリング召喚、現れろクーガダンの暴れ馬、トロイミアユニコン、ユニコーン効果発動。手札を1枚墓地に送り、相手のフィールドのモンスター1体を一気に戻す。そしてシールくんでもヘルマーでももちろんいいんだけど、シヘルマーの効果発動。手札よりラファールを特殊召喚、効果発動、効果発動、効果発動。なんて強いんだ、なんて強いんだ、迷うなこれもはや。まあ、ラファール君は墓穴で効果が持ってるからあんまり関係はない。そして俺は旧家団の暴れ馬とヘルマーをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン、旧家団の暴走機関車アクセスコードトーカー。
最強かこのデッキ。まあ展開できるけど、まあもういいか、もうバトルフェイス入るか。いっけー、空画弾の暴走機関車でダイレクトアタック。さすが、さすがソラカスデッキ最強だぜ。ハンド的には悪くはないが、で結局ですね、マジで初動止められたらおしまいなんですよこのデッキ。このデッキ実はデュエルリンクスっていうゲームではめちゃめちゃ強くて、過去環境を席巻してたことがあるんですけれども、その時もですね、一番最初のね召喚したモンスターの効果をね止められるとね世界終わってたんですよね。全く同じです、このマスターディールでも同じで、まあ、結局その初手で召喚したモンスターの効果無効化されるとか、なんかね破壊されるとかされるとマジで展開できなくて終わるんで、まあエフェクトベーラーとか無限抱擁がきついですね。ウララとかはあんまりきつくないんですけども、まあフォルゴとかラファールあたりになって初めて引っかかるからあんまり関係ないんだけど、そのね結局ですね、一番辛いのはエフェクトベーラー無限抱擁の採用率が、まあ、割と高いのでこのゲーム、まあ初手で展開止められて終わるっていうね、これはあるある。あ、これ最強展開じゃん、これあれか、ライトロードドミニオンキュリオスだったんですこれ。あ、出た、この展開は知ってるぞ、これなんか好きなカードを墓地に送れるカード、最強ライトロードドミニオンキュリオス効果、デッキからカードを1枚墓地に送っていく、そしてライトロードドミニオンキュリオスの効果発動、カードを1枚墓地に送り、さらにカードを3枚墓地に送れるっていう最強効果ですねこれね。愚から埋葬しながらさらにカードを3枚墓地に壊せるとかいうやべえ効果で、更新の効果でリンク先に、クローラーを出せるやつですねこれね、はい。あーやばいの来ちゃったやばいの来ちゃったな、スキルドレインくん来てったなこれ、まずいな俺生きるスキドレ来た、これは非常にまずい。キュリオスからのリーブ、あーんとこれはもしかして世界終了のお知らせのカードがセットされて、あー多分世界終わりました、はい。デウスエクスクローラーさん、先日動画にしたと思うんですけども、デウスエクスクローラーさんは表側リバースした場合ですね、相手のフェドのモンスターの効果が全部無効になるっていうマジでキショイ効果持ってるんですよ、すげえキショイ効果持ってまして、リバースしたら終わりなんですけども、セットカードに生物の傀儡っていうのがフリーチェーンでなんか裏側表示のモンスターを表にするっていう、なんかあまりにもやばい効果を持ってるセットカードがあるんで、これはなんとかして、なんとかして、これなんとかできるのこれああ表にします、あなるほど、あですね、何もできません。リコンを召喚するとするじゃないですか、これねリコンくん、発動した効果無効になるんですね手札全部腐りました。ちょっと一個だけ言いたいのはですね、デウスエクスクローラーはあかん。